五教官は、大村藩の藩校。九州では、最も早く設立された藩校である。現在は、長崎県立大村高等学校。漢文十年、四代藩主大村順長が、気球島、木内桜馬場に藩校を創立した。創立時の名称は、衆議官であったが、九州地方では、最も早く、全国でも七番目の藩校創立であった。 元六七年に聖寿園と改称され、さらに完成二年二月十五日、九代藩主、大村淳鎮が五教官と改称した。五教官の名称は、君臣儀あり、不死親あり、夫婦別あり、徴用女あり、法有心ありの五輪道を教育の綱領としたことに由来する。この時、演武場として、おさむぶり県も設立された。天保二年、十代藩主。 大村すみが本校時に校舎を新築し移転おなり門は現存し、長崎県指定史跡となっている。過労用人各一名が館を総括し、その下に学長である採取が置かれた。採取のもとに2名の学頭、5名の観察などが続いた。源氏元年、採取、学頭はそれぞれ教授、助教と改名された。幕末には、 ご教官の名は全国に知れ渡り、諸藩から100名余りが学びに来た。岩崎八太郎も、その一人であった。文化9年、当時の過労の熊千に豊がご教官学生の富岳を嘆き訴え、佐藤市ご家長をご教官観察に授けた。ありがとうございます。